本日はベンチメイドのグリップテリアンを紹介します。こちらがグリップテリアンで、いつも紹介しているのはこちらのミニグリップテリアンです。ミニグリップテリアンが3インチで、グリップテリアンが 3.5 インチ、サイズの差はこれぐらいです。ミニグリップテリアンは普通のドロップポイントで、グリップテリアンはシープフットのハーフセレーションを選んでます。両方とも154の CM、 デザイナーがメルパルドゥ、2つともポケットクリップはエマーソンに変更してます。でもちろんアクシスロック、簡単にロック解除ができて、滑らか。一番の特徴はプラスチックです。これが結構好き嫌いが分かれて、自分はあまり好きではない。1ランク上のモデルで G10 ハンドルバージョンも出てます。でこれは古いから 154CM なんですけど、今は S30V だったかなに変更になってます。で G10 バージョンの場合は CPM の 20CV を使ったモデルで、最近ネットで見たんですけど D2 モデルも販売していました。でこれグリップテリアの一番好きなところは、このハーフセレーションのここの R が結構きつくて、なんだろう、雑草を切る時の引っ掛けて切りやすい。11月になって雑草シーズンは終わったんですけど、夏の間はよく使ってました。雑草を切るのにちょうどいい。裏山探索の時はいつもハーフセレーションのナイフを使ってます。グリップテリアンはとても使いやすいナイフです。やっぱりアクシスロックは超楽です。本日はベンチメイドの定番グリップテリアンシープフットハーフセレーションモデルを紹介しました。